ダイエットに苦しむのはもうやめましょう。富山です。今日は頑張ってるのに痩せない原因7選について解説します。めちゃくちゃ頑張ってるんだけどなかなか痩せない、こんな悩みを抱えてるのではないでしょうか。任せてください。今日は頑張ってるのに痩せない原因を7つにまとめて解説しますので、ぜひですねあなたに当てはまるものを見つけて明日からのダイエットに活用してみてください。今日の動画を見ることであなたが今頑張ってるのになんで痩せないのかっていうことが明らかになるだけでなく、それをもとにですね行動すれば必ず痩せることにつながるはずです。では早速内容に入ります。頑張っても痩せない原因1つ目は時期じゃない。頑張ってるのに痩せないという人の中にはですね、そもそも今は痩せる時期じゃないっていうのに焦ってる人も少なくありません。体の仕組み上ですね、どうしてもですねやっぱり痩せやすい時期と痩せにくい時期っていうのがあって、痩せにくい時期っていうのはですねいくら努力をしても頑張ってもなかなか痩せれないっていうのが現状なんですね。例えば女性であればですね、生理前っていうのはですねもう誰もが知ってる通り体がむくみやすいので、その分体重が増えやすく、いくら頑張ってもですね体重は落ちにくい時期になります。具体的に言うとですねやっぱりむくみで 1,2 キロぐらいが増えるので、むしろ体重が増えてないのであれば痩せてるというふうに考えることができます。またですね他にもリバウンド途中の人ってのはいくら頑張って体重を減らそうとしても体重が落ちない可能性は高いです。リバウンドした後っていうのはですね、こうリバウンドしているものがまず止まる、そして停滞する時期があってその後痩せるっていうような経過を追いますので、頑張ったからですねいきなりこう上がってるものが下がるっていうことはほとんどないんですね。イメージしてもらうと分かると思うんですけど、さっきも話したようにリバウンドした後っていうのはですね数週間とか数ヶ月体重が変わらない時期っていうのがあるんですね。その後に体重が落ちてきます。なので今っていうのはそのリバウンドの途中なのか、それとも停滞している時なのか、落ちる時期なのかっていうのを見極めなければいけません。例えばですね今仮にリバウンドの途中だったとすると、そういう時っていうのはですね体重の増加が止まるだけでも十分にダイエット効果が出てるというふうに考えられます。そうではなくですねもうリバウンドして体重は増えてないんだけど停滞している時期が半年から1年続いているってなると、それはですね何かやり方が間違ってるから体重が落ちてこないっていうことを考えるようにしましょう。まあですねとにかく今頑張ってるのになかなか体重が落ちないっていう時はですね、最初に今って本当に体重が減る時期なのかなっていうのをですね見直すことが大切になります。頑張っても痩せない原因2つ目は食べ過ぎ。頑張ってるんだけど痩せないっていう人の中にはですね、単純に自分が気づいてないんだけど食べ過ぎてしまってるせいで痩せないっていう人も結構います。当たり前なんですけどアンダーカロリーの状態になっていなければ体重ってのは落ちません。例えばなんですけど、めちゃくちゃダイエットのために運動を頑張ったとしても、運動で消費した以上に食べ過ぎてしまえばそれは当たり前なんですけど体重は減りません。仮に運動で1日300キロカロリー消費したとしても、運動したからまあいっかっていうところでケーキなんか食べてたら運動したカロリーっていうのはチャラになります。また他にも自分ではカロリーを抑えてるつもりでも思っているより食べていてカロリーオーバーになっているケースも多いです。例えば飲み物でカロリーを取っている、量が少なくても脂質が高いものを多く食べているっていう人はたくさんいます。このですね意外に食べ過ぎてしまっている、意外にカロリーを取っているっていうケースは比較的多いんですけど見逃しやすい問題ですので、時期を考えてですね今は自分は頑張れば痩せる時期なんだっていうのが分かってるんだけど痩せないっていうのであれば、この思ってる以上にカロリーを取ってないかっていうところは見直すようにしていきましょう。自信がないっていう人はですね1週間とかでもいいので記録アプリにつけて実際自分のカロリー量っていうのをですね客観的に見ていくことをお勧めします。頑張っても痩せない原因3つ目は食べなさすぎ。中にはですね逆に食べなさすぎて痩せなくなってるって人もいます。なんとなくイメージつくと思うんですけど、摂取カロリーが少なすぎて代謝が下がってしまっているということですね。人間の体にはですねあまりにも食べる量が少ないと省エネモードを作って少ないカロリーで生きていこうとするような反応が起こります。具体的に言うと内臓とか脳の活動を下げてできるだけカロリーを使わないようにしようという戦略を取るんですね。これまでですね食事制限を進めてきて便秘になったり頭がぼーっとしたりした経験ってのはないでしょうか。それはもしかしたら摂取カロリーが少ないことに対して体が代謝を下げていたのかもしれません。そしてどれぐらい食べればいいかっていうと、具体的な数字で言うとですね、どれだけ活動量が少ない人でも体重かけるの25キロカロリーを取ってないのであればそれは食べなさすぎているというふうに考えてください。摂取カロリーっていうのはおおよそなんですけど体重かけるの25から35キロカロリーを目安にするといいです。もちろんですね食べなさすぎて代謝が落ちてるので食べる量を増やせば一時的に体重が増える可能性っていうのは高いんですけど、もうですねこれは仕方ないと受け入れるしかありません。気づいた今ですね食べる量を増やして代謝を戻しておかないと、どん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 代謝が下がって省エネモードが強くなって痩せない体になっていくんです。こうしたことからもですね摂取カロリーが体重かけるの25キロカロリーも食べてないのに痩せないっていうのであれば食べる量を増やしていくようにしましょう。頑張っても痩せない原因4つ目は栄養バランスが悪い。カロリーが少なすぎず痩せる適正量だとしても食事の栄養バランスが悪いと残念ながら痩せません。
脂肪を分解するときに必要な栄養素が欠けていると、いくらアンダーカロリーを作っても脂肪ってのが分解されないからです。例えば糖質制限をしている人ってのは結構多いんですが、脂肪を分解するのにも糖質っていうのは必要なので、過度に糖質制限をしていると脂肪ってのが燃えにくくなるんですね。なので糖質をですね、1日 150g も取っていないような状況で痩せないっていうのであれば、糖質不足を疑う必要があります。他にもですね、鉄やビタミン B っていうのは脂肪燃焼に必要不可欠な栄養素であり、なおかつですね、日本人の女性にはですね、不足している人が多い傾向にあります。過去に貧血を指摘されたことがある、立ちくらみやふらつき、疲労感など貧血用の症状の自覚があるっていう場合は、鉄不足の可能性を疑うようにしましょう。ビタミン B に関してはですね、多くの人が不足しているので可能性としてサプリで飲むのはいいと思います。ただですね、ビタミン B ってですね、いろいろな種類があって、そのバランスが大事ですので、ビタミン B コンプレックスっていうビタミン B がバランスよく配合されているサプリを飲むことをお勧めします。ちなみにですね、私もビタミン B コンプレックスって飲んでるんですけど、ビタミン B っていうのはですね、本当に不足しやすいし、しかも水溶性なので、取りすぎると尿から排泄されることになるので、過剰摂取になって問題となる可能性も低いのでおすすめです。またですね、女性にはですね、タンパク質不足で痩せにくくなっている人もいますので、タンパク質不足も注意しましょう。まあ、とにかくですね、このように栄養バランスが悪くて痩せにくくなっている人もいますので、そんなに食べ過ぎてないんだけどな、だけど痩せないなっていう人はですね、次はこの栄養バランスっていうことを疑うようにしてみてください。頑張っても痩せない原因5つ目は、運動のしなさすぎ。痩せるためにですね、運動っていうのは必須ではないんですけど、運動のしなすぎはですね、痩せない原因になります。なぜなら、動かない時間が長くなってしまうと、脂肪燃焼に必要な自律神経の働きっていうのが弱くなってしまうからです。脂肪の分解にはですね、自律神経の働きっていうのが必要不可欠になります。いくらアンダーカロリーを作って栄養のバランスが悪くなくても、自律神経が最後働いてくれないと脂肪っていうのは分解されないんですね。なのでデスクワークなので活動量が少なく、じーっとしてる時間が長いとですね、自律神経が弱って痩せにくくなってしまうんです。具体的にはですね、1日5000歩も歩けてない人はですね、ほぼ間違いなく運動不足だと考えてください。理想はですね、1日8000歩以上、最初は今の歩数プラス 10% から目指していくようにしましょう。どうしてもですね、ダイエットというと筋トレとか有酸素運動っていうのを考えがちなんですけど、歩けてない人はですね、まずは歩数を増やしていくことからやっていくことをお勧めします。さっきも話したようにですね、運動は絶対必須っていうわけではないんですけど、健康的に痩せていくためにも1日の歩数をある程度稼いでおくってことは大切ですので、まずは1日8000歩から目指すようにしていきましょう。時間がない、歩く余裕がないっていう人はですね、室内の足踏みからでもいいですので、とにかくですね、座って動かない時間を減らしていくってことを意識してみてください。頑張っても痩せない原因6つ目は、ストレスのかけすぎ。痩せるためにですね、ある程度のストレスってのは必要なんですけど、頑張りすぎてストレスをかけすぎると逆に痩せにくくなってしまいます。なぜなら、ストレスをかけすぎるとコルチゾールと呼ばれる筋肉の分解を促したり、脂肪の分解を抑制したりするホルモンがたくさん作られてしまうからです。ダイエット中ってのはですね、ただでさえ食事制限とか運動で負担をかけている上に、思ったように体重が減らないとさらに頑張ってしまいますよね。さらにさらに、今のこの日本での生活だと寝不足とかストレスが加わりやすくなっているので、そうなるとですね、ダイエットによって体にかかるストレスプラス日常生活でかかる寝不足とか精神的なストレスによってストレス過多になってしまうんですね。で、これ意外に気づいてない人多いんですけど、ストレス過多で痩せにくくなっている人ってのは結構多いです。で、実際ですね、私のお客さんにもストレスを減らすように夜のジム通いをやめて睡眠時間を1時間伸ばしてもらうと、それで今まで全然落ちなかった体重がスーッと落ちてきたっていう人も結構います。またですね、ストレス過多になると食欲も乱れやすくなりますし、腸内環境も崩れやすくなります。食べ過ぎれば当然太りますし、腸内環境が悪くなると食欲や代謝に関わるホルモンのバランスも崩れてしまうので痩せにくくなってしまいます。こうしたことからもですね、頑張ってるのに痩せないっていう人はですね、食事制限や運動、精神的ストレス、寝不足、このような体へのストレスが過剰になってないかっていうのを見直すようにしましょう。ダイエット中にですね、こう頑張ることをやめるってなると太りそうって思うかもしれないんですけど、意外とですね、こうした体への負担を取り除くことが痩せることにつながりますので、ぜひですね、頑張りすぎている人は勇気を持ってやめるっていうことをやってみてください。頑張っても痩せない原因7つ目は、代謝が低下している。中にはですね、食べなさすぎて代謝が下がっている以外で代謝が落ちてしまって痩せにくくなっている人っても結構いるんですね。例えば代謝に関わる甲状腺ホルモンが少なくなってしまっている、鬱になっているといった人たちです。甲状腺ホルモンなんかはですね、特に病気があって甲状腺が悪くなっているっていう人以外でも、食事制限などの影響で減ってしまうってこともあります。特にですね、糖質制限なんかすると甲状腺ホルモンの働きってめちゃくちゃ悪くなってしまうんですね。ただですね、こうした甲状腺とかうつの問題っていうのは、やる気が出ない、体がだるいといったような特徴的な症状が出るので、なんとなく気分が落ち込みやすかったり、
体の調子が悪かったりするのであればですね、一度病院で見てもらうようにしましょう。 2,3 日の気持ちの落ち込みぐらいであればですね、誰にでもあることなんですけど、1週間、2週間、1ヶ月とですね、長期にわたってこういうふうなメンタルとか体の不調が続いている場合はですね、甲状腺だったりとか、うつとか、そういった病気の問題が隠れている可能性がありますので、病院で見てもらうようにしてください。意外とですね、こうした隠れた体調不良で痩せにくくなっている人も多いですので、こうした問題で痩せにくくなる可能性もあるっていうことを頭に入れておきましょう。どうでしたか？頑張っても痩せないっていう時は、とにかく食事制限や運動をもっと頑張ろうとする人が多いのではないかと思います。ただですね、頑張っても痩せない時っていうのは原因がいくつかあって、状態に応じた対応をするっていうことが大切なんですね。なので、もしですね、今頑張ってるのに痩せないっていうので悩んでるんであれば、今回の動画を参考に明日からのダイエットに活かしてもらえればなというふうに思います。では今回の動画は以上になります。今回の動画が役に立ったと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。また、今年中にチャンネル登録数20万人を目指して一生懸命頑張りますので、まだチャンネル登録されてない方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では、また。